ちょっとずつやっぱ多少ズレは出るでしょうね、バッターは今日も1番の宮崎、失礼桑原です。あっとデッドボール、いきなり左の肘に当ててしまいました能見です。 DeNA は今日も1番は桑原、2番には左打者の石川が入りました。3番梶谷、4番筒香、5番のロペス、今のデッドボール、エリアンが左ピッチャー本当に1割台しか打ってませんので、今日は石川先発ランナースタート、それが空振り、セカンドでボールは高い、盗塁成功。今シーズン13個目の盗塁成功です桑原。と言ってましたがワンエンドワン、引っ掛けた、ランナーは三塁、あー飛んでる、近くなんだ、おっと今度は桑原も転びそうになりましたがホームに帰ってきました。ホームイン同点、もちろん記録はエラー、どうしたかセカンド荒木。 DeNA は老接して1回の裏同点、1点を拾っています。これはもう進塁打という感じだったんですけどね、そうですね、石川選手としては定石通りの、桑原転びそうになりましたが助かりました、バランスを崩していただけ。いや今荒木トンネルですよね、完全にタイミング、ボールを取る、タイミングっていうのは、あーいったー、第10号が出ました、ライトスタンド場外か、大きな勝ち越しツーラン、1回の裏、今年も2桁本塁打をマークしました梶谷。石川に続いて梶谷の凱旋、3対1になりました。いや、ものの見事にライトスタンドのこれ場外に出たんじゃないですかね。看板に当たった、いや場外だと思いますね。もう一回見てみましょうか。完璧な打ち方ですね、看板の上かな、素晴らしい当たりでしたね、完璧な打ち方です、昨日も岩貞に苦しんでいたんですが、最後の最後でスライダーをライトに持ってきましたね、ご覧のようにホームランは32、打点は75、新井が76打点まで来てるんですよね。どうだ、センターの左、レフトセンターが高々と舞い上がって、そのままどうだ、入ったか、入った、ホームラン、ホームラン、梶谷、筒香連続ホームラン、ホワイトカップなんですよね、反対方向に出てる、今日はラミレス監督が言ってました、どうしても能見は外中心になる、左バッターにはそこを逆らわずに左中間に持っていってほしいと言ってましたが、高めですけどね、高めだから行くんですよ。ああ、なるほど、中段まで行きましたもんね、このボールはこの高さはダメなんですよ、やはり桑原に与えたデッドボールからちょっと高いことは高いですよね、立ち上がりですからね、どうしてもピッチャーっていうのは先発ピッチャーは高いっていうか自分のコントロールできないんですが、上がっていきますから、ここは出塁してダメ押し点を奪っていきたい DeNA。 ピッチャーの足元、セカンドの左、センター前抜けた、毎試合途中から出したらいいんじゃないですかねこういう人は。頭から出るとこう力が入っちゃうんですかね。やっぱりね、やっぱり1打席のそのテンションの高め方が合ってるのかなっていう、でもまあ選手としてはあまり嬉しいことじゃないですね。ランナースタート、それはボール、キャッチャーを送球するが追いタッチ、盗塁成功、今日2つ目、14個目の盗塁です。走ってきましたね、これ走ってきましたね、狙ってたんですね、あだけどこの原口の肩というのもそうですね、十分いけると。いい当たり、セカンドの右出ました。ライト前進、ボールを掴んで福留をゴメスがカットしました。桑原は三塁に止まっています。当たりがちょっと良すぎた。ですね。マシンで捕まえましたからね。真ん中ですよね。福留も前に出てきてますからね。これはまあ、しかも4番は筒香ですからね。高田ピッチングコーチマウンド。初シーズン行くと決めたわけですから。ストッパー山崎の上なくしては DeNA のクライマックス進出はありえないということになります。ワンボールツーストライク。勝負が決まるのか。どうだ。これは振り逃げになるのか。高橋を落としたが一塁投げてゲームセット。最後中谷は記録は三振です。山口俊1ヶ月ぶり復活のマウンド、勝利投手になりました。昨日は逆転されました DeNA ですが、今日は4対3リードを守りきりました。最後は本当にタイトロープ、冷や汗の1点差ゲームではありましたが DeNA 勝ちました。勝ち投手は山口、7勝目を挙げています。山崎には最後セーブがつきまして、今シーズン25個目のセーブです。今ラインが引き上げてきます。これでまた DeNA は勝率を5割に戻しています。そして山口俊はこの横浜スタジアムでは阪神戦初勝利ということにもなりますね。そうなんですか。今までね、このハマスタでは阪神戦は勝ったことがなかったんですね。あまり良くなかったんですね。ここまではこのハマスタの阪神戦は4試合に投げて0勝1敗だったんですね。これは先発に回ってからですけどね。さあ、この筒香の99号も見事に左中間スタンドの中段にまで伸びております。今日はこの田中のリレー、そして三上、この田中のこの左を2人殺したというね。そうですね。良かったですね。いい仕事を今日できたんじゃないですか。取ってみて4安打なんですよ。で、効率よく点を取ったことは事実なんですが、この4安打であるということだけは忘れちゃダメですね。そうですね。これはもう現実のものですからね。そう思いますね。2回以降は1点も取れてないわけですからね。だってここの8回までですね、ずっとフォアボール2つしかないんです。本来なら、ここの例えば阪神がこの3回に1点でも取ってれば、これね、この試合分からなかったです。そうですね。さあ、これでこの対戦は1勝1敗で、明日の予告先発が阪神が青柳ですね、そして DeNA はペトリック、ペトリックも勝ってるんですけど、大体6回の中頃でマウンドを降りるという展開ですから、また継投になると思いますね、どうしても。阪神の方も継投に明日はルーキーの青柳ですけどね、なるでしょう。現状ではこの後ろのピッチャーはちょっと阪神の方がいいかなっていう感じがしないでもないですけどね。そうですね。今日の田中投手ね、本当によく頑張ったし、あと三上、山崎も一応怪我なく今日終わったじゃないですか。それを明日につなげてほしいっていう感じですね。矢崎はこれであれですか、もう復活したと思っていいですか。いやいや、もう昨日の嫌なものは忘れたでしょうね。明日以降のね、彼のピッチングにも期待したいと思います。解説は衣笠祥雄さんでお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧のチャンネル TBS チャンネル2では、横浜 DeNA ベイスターズ主催の72試合を全ての試合開始から終了まで完全生中継でお伝えする予定となっております。明日の放送は阪神タイガースとの一戦でございます。午後5時55分からお送りします。明日の熱戦もどうぞご期待ください。それでは横浜スタジアムから失礼をいたします。